美人は憂い顔も様になるね。数ヶ月前までここは緑あふれる森だった。そう言って誰が信じるのだろうな。鬼どもの上領を許せば世界は歪み消える。だから俺たちモノノフが鬼を撃つだろ。そうだな。私は歌方の里に戻る。始末は任せた。ああ、新人が来るんだったか。使えるやつだといいな。Thank you.
来たか。待っていたぞ。新入りというのはお前だな。長旅ご苦労だった。俺はヤマト。この里のモノノフを指揮している。新たな仲間を歓迎しよう。こっちはオオカだ。お前の上官ということになる。よろしく。いい腕をしているそうだな。期待させてもらおう。お前の家を用意してやる。ひとまず荷物を置いてこい。任務の説オオカ案内してやれ。心得ました。では行こうか。ようこそ歌方の里へ。我らモノノフの本拠の一つ。もっとも普段はのどかなものだがな。君も落ち着いたら里を見て回るといい。では自宅まで案内しよう。ついてきてくれ。おお、君は東の。あの辺りはむごい状況だと聞いている。中津国に来てからまだ日は浅い。何、すぐ慣れ。さて、君が来るというのでな。いっなかなか骨が折れたぞ。冗談だ。そんな顔をするな。さあ入ろうか。長い間主のいなかった家だ。好きに使うといい。一通り必要なものは揃えたが不足がない。もういいのか。最近は物資も不足しがちでな。まあうまく。来たか。すまないが一緒に行く。お頭、遅くなりました。雑魚の群れだ。里にまっすぐ向かってきて。これより総員迎撃態勢。早速だがお前にも働いてもらおう。大家と共に里に迫る鬼を撃つ。モノノフを名乗るに足るか、その力。ふん、いい目だ。我ら鬼を撃つ鬼となりて。行け。そして着任早々すまないな。だがこれが歌方の日常。8年前の大曲時以来、私この世にあふれ出た異形の奴らは人の日の元の大半はすでに異界に沈んだ。あの美しかった森も今や歪。人の住まう地をこれ以上侵させるは一匹残らず殲滅するぞ。よし、では任務に出るときはそこの受付で。詳しい話は優に聞いてくれ。はじめまして。私ここで皆さんにおね。任務を受けられる際はこちらに記帳して。戦場にはそこの出口から出発できます。突然の任務大変だと思います。どうかご無事。何時に英雄の導き。詳しい話は言う。行け。そしてこんにちは。頑張ってください。
ここは鬼の正気に汚された土地。時の因果が壊れた異界だ。行動限界に気をつけろ。限界を超えて正気を取り込めば命を失うぞ。行くぞ。我ら鬼を撃つ鬼とならん。奴らが奪い、溜め込んだものを解き放ち、この世界に返す。それも物の負の務めだ。気を感じるな。まだ来るぞ。御霊をその身に呼び込むとは。彼らは鬼に囚われし英雄の魂。心強い我らの味方だ。誇るといい。御霊と心を結べるのは才あるものの負の証なのだから。御霊と魂を結び、異能の力を引き出す。それが私たちの戦だ。人々は私たちをこう呼ぶ。鬼を撃つ鬼、金眼四つ目の守り人、物の不とな。鬼を撃つは定めか。千里の道も一歩からだ。お前には期待している。
す。返せ。どうした？こんにちは。行こうか。怪我しないでくださいね。気を引き締めていこう。
込める。やった。任務達成だ。ご活躍ですね。行こうか。お気をつけて。気を引き締めていこう。
企画な援護だな。ご活躍ですね。何か用か？やあ、任務は順調のよう。どうだ、歌方の暮らしは。君は甘美しい里だ。私には妹。それだけにこの里を鬼に。まだ経験の浅い君を。ただそうする以外にどこも人手不足でな。君には期待している。里の。そうだ、言い忘れていたが、私はに。これが問題児たちなんだが、まあよろしく頼む。あんたが噂の新人か。なるほど、いい顔している。アツホも負けてられないな。負けてません。
私の方が先輩で、私の方がずっとお姉さんなんだから。まあ仲良く行こう。俺は伊吹、こっちは初穂だ。よろしくな。さて、お子様と一緒に行きますか。ふん、かっ。ちょっと君、私の方が先輩だからね。その辺をしっかりわきまえるように。やだ、夏子は一応あんたの先輩だが、実際はここに来て日が浅い。ま、同期に頼んだ。仲良くしてやってね。でも気をつけろよ、お子様は同窓相手の通常でご機嫌なわけだ。やるね、こいつは楽できそうだ。なんだ、私だってそのくらいできるわ。見てなさい、私だって強いんだから。またワンサカ出てきたな。さて、大掃除といきますか。達成だな。帰るとしますか、歌方に。